でしょうか。私、あなたが私の艦長ですか。ブローニャの意識は艦長の命に従う。艦長、にゃんにゃん。作戦重装わらわに任務か。私の出番ですか艦長。しばらく出撃をしておらんの。これ以上セーレ、戦いに適した日和じゃ。
艦長様は私がお守りします。任務完了。お待たせいたしました。戦場のお掃除を終えました。
次のご指示をどうぞ。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。敵は見えないところにおる。簡単な任務。承知した。寝取り。承知した。今目的地に向かう。承知した。今目的地に向かっておる。代わりに保管しておきますね。戦いに適した日和じゃ。
敵は見えないところにおる。よくなってきたぞ。敵は見えないところにおる。臨時収入じゃ。消えよ。消去。わらわは最強の巫女ぞ。崩壊変電子が解読されたよ。答えようぞ。承知した。今目的地だ。
変名。遥か昔より妖怪と戦う組織。その組織を支えるのは三つの一族。主教を司るアポカリプス一族、聖女を司るシャニアテ一族、騎士を司るカスラナ一族。天命組織を統御するアポカリプス一族は他の一族と違い、崩壊と戦える力を持っていなかった。崩壊に対抗できる力をその手に入れるため、1972年天命組織の主教アポカリプス一族の課長オットー・アポカリプスは秘密の計画を始めた。私が守るわ。ここはどこ？私は誰？実験体 A310 号誕生。実験成功。バイタルサイン正常。崩壊エネルギー適用度 69%。 A310、 それが私の名前？あなたは誰？生まれてすぐに言葉を理解して喋れるのか。この実験体は他の実験体と違い、自分の名前を知りたがっている。まさか本当に自我意識を持っているのか。A310、 もしこれから試練に耐えられたら僕の名前を教えてあげるよ。それと君に、私に名前？説明はここまでだ。覚えておけ。欲しいのなら戦って手に入れろ。まあ失敗したら全部失うけどね。君たちの中で生き残れるのは一人だけだ。もう少し人がいればピクニックができる。やっへい。
遣隊 A310 号戦車型崩壊銃を撃破。所要時間30秒。右腕が切断さ…お願い助けて。右の腕が裂けて。まだ痛覚があるようだね。改良が必要かな。でも A310 腕なら回復してるだろ。回復？本当だ。右の腕が、それに少しずつ動かせるようにも。君の体には一体の上級崩壊獣の細胞が組み込まれているからね。崩壊獣の強い再生能力も君の体に受け継がれているのさ。だから私も一緒、私も化け物なの？違う。君は偉大なバルキリーの遺伝子を受け継ぎ、最高位の崩壊獣の力を融合した新世代の人類だよ。私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。 A1 と A2 型実験体には僕のカレンの DNA だけを組み込んだが、完成後5分で溶けて死んでしまった。今回の実験では融合型崩壊獣ビシュヌの細胞も組み込んだ。 A3 型実験体は肉体年齢が12歳になると肉体の成長が止まるが、培養槽の外でも生きられるようになった。1972年3月28日戦う姿、果敢さ、感動した。まるで僕のカレン、カレンカスラナ、君が遺伝子を引き継いだ人だよ。カレンはこの…よくわからないけど、その人の名前を呼ぶときは優しい声をしているね。そうかい。310、君は変わった個体だね。他の実験体は創造主である僕へは恐れや憎しみを感じるのに、君は優しいと言うんだね。ああ、また僕のカレンを思い出したよ。魂って何？私にも魂があるの？ああ、そうだね。 A310、人造人間の君にも魂があってほしいと僕は切に願うよ。戦いに適した。ご安心ください、艦長様は私のお兄。準備が完了しました。まだ危険から逃し苦しむ魂、ここに永遠に眠りなさい。招かれざるを。目標が姿を現します。はっ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 、もがき苦しむ魂、ここに永遠に眠りなさい。失礼いたします。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。